はい、サーフェイススタジオには、ゼログラビティヒンジという新しいヒンジが採用されています。このように、片手の軽い力でも、倒したり、起こしたりが可能です。でただ、ここを持つとどうしてもディスプレイ側が汚れてしまうので、個人的には両手でこの辺を持って寝かしたり起こしたりをした方がいいんじゃないのかなというふうに思います。